なんだこれ。怖い。怖いところに入ってしまう。なんだ今の。洋服屋さん？怖かった今。ちょっと恐怖を感じた。怖かった。洋服屋さん、ちょっとメイユ一緒に来てよ。ちょっと俺一人で服屋さん入るのマジで怖いんだから。東京来てからユニクロと GU でしか服買ってねえよ。あと通販だよ。通販でセーター買ったらデカすぎてちょっと着るの困っちゃってるよ今。実家に行った時に買った洋服と、あとはこっちで GU とユニクロであのダンスの練習用で買った服ぐらいしか着てねえよ。島村ね、こっちでまだ見かけてない。こっち来てからね、ダンスの練習着ぐらいしか買ってない、マジで。この間初めて ZOZO タウンってやつ使ってみたらさ、届いたさ、セーターがデカすぎてさ困った。こんにちは。ショークピッピ柄の T シャツが売り切れていた。お姉さんと目が合う。え、これもしかしてお店の人に話しかけないといけないのかな。何を買うか迷っちゃう。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、当店ではお洋服と髪型のスタイルをトータルコーディネート。トータル？髪の毛もやってくれるんですか。来たね。サイバーもかっこいいけど差し色紫だったら買ってたな。まあ、一旦ピカチュウにするか。あ、着替えてる。わあ、ありがとうございました。なんか小学生みたいになってない？なんかちんまいな。いやいや、お着替えできるんだ。できた、お着替え。ピカチュウ、ピカチュウのパーカーだ。あったけー。